田中清隆は、日本中央競馬会に所属する、調教師、元騎手、千葉県出身。調教師としての主な管理場に、それぞれ GI 競争に優勝した、新興インディ、グルメフロンティア、レディパステル、ホエールキャプチャなどがいる。ートは、元騎手、調教師の今津福松。1951年、千葉県調子市に生まれる。調子商業高等学校を経て、 長子信用金庫に入社したが、小柄かつ貧瘍であったことから、競馬好きの上司に騎手になることを勧められた。数々の厩舎へ入門願いの電話をかけた末、中山競馬場の野平肖像厩舎に入門を認められた。兄弟子には肖像の次男であり、後に騎手検証者となる野平雄二がいた。囲碁騎手候補生として4年間を過ごし、1975年に、 騎士免許を取得。師匠の野平昭蔵が、この前年に死去しており、後を継いでいた、有事の旧社から、騎手デビューした。翌1976年には、北海ノーブルで、ステイヤーズ・ステークスを制し、重賞初勝利を挙げた。しかし、以降成績は伸びず、重賞は、この一勝のみ、自身の年間最多勝ちは1988年の13勝という、 成績で1990年の長教師免許取得に伴って騎士を引退した。騎士通算成績は1618,140勝。同年7月に管理場初出走を迎え、10月に初勝利を挙げた。年内はこの1勝のみに終わったが、翌年以降少しずつ勝ち星を増やし始め、1995年には33勝を挙げて、 関東の優秀状況史上を受賞した。翌九百九十六年には、前年クラシック戦線で前線した北海流層が日経賞に勝利し、田中と共に重賞初勝利を挙げた。同馬は騎手として唯一の重賞勝利を挙げた北海ノーブルの追いに当たった。翌九百九十七年には、新興ウィンディでフェブラリーステークスに勝利し、GI 競争を初制覇。 翌年には、同馬と同じく、岡部幸雄騎場で臨んだ、グルメフロンティアで、フェブラリーステークスを連覇した。2001年には、レディパステルで、優秀品馬に勝利し、クラシック競争初勝利を挙げている。所属していた、加藤隆幸や、正気のある競争では、エビナ・正義の騎手企業が多い。括弧内は、当該馬の優勝重賞競争。 GIQ 競争優勝馬その他、重症競争優勝馬太地は、門下生。括弧内は、旧社所属機関と所属中の職分。ありがとうございます。